どうも、令和新選組代表の山本太郎です。皆さん、21世紀の資本という映画ご覧になりましたか？もともとはですね、これトマ・ピケティ先生720ページ以上にも及ぶ本なんですけれども、これを元に映画化されたという話なんですね。私見て本当に感激しました。720ページを超える本、実は私読んでませんすいませんけれども、2時間でこの内容が、概要が大体つかめるということになっております。どういうことかってことなんですけれども、非常にシンプルです。どうしてあなたは働いても働いても豊かになれないのかということの理由がこの2時間の間に、凝縮されてます。つまり何かというと、例えばイギリスでは 1% の大金持ちがイギリスの 70% の土地を保有していたり、他にもアメリカだったら第二次世界大戦後に富を築き上げた人たちの現在、その富の移転が始まっていて、それが1200兆円にも及ぶと。そのようなことがですね、とにかく金持ちにはどんどん金が集まり、そして、それ以外の、仮想の人たち、それ以外の一般の人々はどんどん搾取される立場にあるということが非常に明快に2時間で分かりやすく描かれているのがこの作品でございます。私この作品を見て思ったことは何かと言いますと、この映画、文部省からの推薦という形にして必ず授業でも取り上げる、必ず中学生、おそらく中学生から見て分かるような内容になっていると思います。中学生が必ず見なければいけない映画としてですね、これ学校教育にも使っていく方がいいんじゃないか、そう思ってます。まあ、実際はそのようなことは行われないと思いますが、なぜならば 1% の人々にコントロールされている政治が現在だからですね。けれども、時代が変わった時にはこの映画をぜひ私は学校教育の中にも取り入れていくべきだと、そのように思ってます。いろんなコロナ騒ぎで映画館にお出かけするとかってこともですね、なかなか難しい中にはあるとは思いますけれども、ぜひですね、配給会社さんの方にもこれをネットで課金制で見れるとか、いろんな工夫をしてですね、ぜひ多くの方々に、一人でも多くの方々に必ず見ていただきたい作品だと、そのように思います。ちなみにこの映画の配給会社から山本太郎がお金をもらっているわけではございません。無償でこのように心から宣伝したいという思いから動画を撮らせていただいております。というわけで、令和新選組代表山本太郎でした。